いや寒いね。アウトドアってさ、晴れてる時だけやろうっていうのがもったいないんだよね。日本の天気ってもう半分ぐらいが雨だとすると、雨だから中止とか雨だからやらないっていうと1年間半分しか使えないから、雨が降ってもその雨をいかに有効に楽しく過ごせるかっていうのが結構勝負だし、雨の時の作業の重要なことっていうのは絶対体を濡らさないっていうことね。これ体を濡らしてしまうとそんな1時間も10分も持たないから、そのための方がそういうものをしっかり用意するということで、カッパを持ってきませんでした。あかんやないか。買い物行ってくれますか。で俺チェーンソー用意して、カッちゃんとかくさびとか用意して、みんなロープが来たらそれでやって、カッパ来たらよっしゃ行こうって言って、みんなでガーッとあそこへ行って切る木を決めて、その周りを整備して、今日一本切れたら同じだ。こんな感じで、それでこうやって焚き火で温まります。絵に描いたようなトラブルだ。もうちょっとここまで寝て、ここから息をつけていくっていうわけね。ギュッ。止まんなよ。菊池と申します。名前が菊池と申します。自分も菊池です、はい、今日あいとこで。あ、本当オッケー。午前中はとりあえず作業の準備をして、はい、何でまた後ですよ、はい、分かりました。テント燃やさんように。これが知恵の輪なんよ。一回失敗すると、ほら。あ、できた。ほら、溶けた。
これか。これちょっと一回これを閉じますか。びっくりさー。なんちゅう洗礼を受けたんだ。同じのでいいのかな。おいよ、おい。写真見てください。オッケー、今見ます。いや、見てたもん。じゃあ、どういきます。これか。こっち4000円。防水、耐水性。安い方を2つ買ってくれ。3000円です。おいおい。完全に完璧な。おー、いいね、いいね、いいね。中のつなぎなんで。あ、ほんと。完璧です。あそこからさ、ガソリンとか、混合油とか、はい、燃料関係のお店出してる。これです。お、それ入ってる。はい。下に2つあった。はい。緑色の混合油。入れる場所、間違いないですね。こっちは混合で、一応油ですよね。これがチェーンオイル。チェーンオイル。チェーンオイル。これがガソリン。これがガソリンで、こっちがチェーンオイル。ガソリンと引くと気をつけろよ。上がこっちですよね。マークあるよね。はい、あ、そうだね。はい、そうです。全部ガソリン入ったかな。あ、はい。入ったら、じゃあエンジンかけてみて。あ、まだチェーンオイル入ってないです。こっち終わりました、一応。で終わりました。こっちで、かけ方教えてやって。ああ、大丈夫。はい。これ、こっちが温度。今、この上のやつですか。で、これから、下のやつ、こっち。これはチョークですか。これチョーク。チョークで、で、一回かかったハーフストロークで一回戻さないと、それからデコンプリってこれを一回押さえたので、とは思わなかった。畑で働くおばちゃんみたいになってきた。これでプロやつやったな。なんかいるじゃん、こういうやつ。あ、びっくりした。